皆さん、こんにちは。おっかげ情報局のりこです。BMSG から、あのネックレスが受注販売決定ということが発表されました。今日は、このことについての販売スケジュールなどをお届けした後に、このネックレスを販売するという事実について、私自身もとても驚きましたので、そういった話などもさせていただければと思います。 まずはこのネックレスの販売スケジュールなどについての情報です。BMSG ネックレスの受注販売が決定ということで、こちらは皆さんご存知の通り、BMSG フェスの前にスカイハイさんから BMSG 所属のアーティスト、トレーニーのみんなにプレゼントをしたネックレス。こちらのレプリカモデルとなります。本物はゴールド、そしてダイヤが入っているデザインになっています。 今回販売されるレプリカモデルは素材は真鍮ということです。受注販売期間は11月2日水曜日の午前10時から11月8日火曜日の23時59分までとなっています。発送予定は2023年の1月下旬より順次発送予定ということです。金額は12000円ということです。はい、こちらのネックレスについてなんですけれども 皆さん、この情報が発表された時、どのようにお感じになりましたか実は、コアくんが以前から何度か言っていたんですけれども、このネックレスは BMSG 所属アーティストにとって、とても大切なものだから、一般販売はしないと思うよ、というふうに、コアくんが何度か言っている姿を私は見かけました。なので、私はそう思っていたので、今回このレプリカが販売されるというのを聞いて、とても驚きました。 そして私なりになぜこのネックレスが今このタイミングで発売されることになったのかということを考えたくてスカイハイさんが BMSG のメンバーみんなにこのネックレスを渡していた時の映像をもう一度見ました。そしてその時にスカイハイさんがお話ししていた言葉はこのようなものでした。B ファーストもこれから2年目に入ってソロアーティストたちも新人と言われなくなり 責任も増えて、次のフェーズの苦しさが来ると思う。その時に、このネックレスが、BMSG はあなたの味方ですよ。同じものをつけている仲間がいますよ。ということを忘れないでほしい。という意味で、このネックレスを渡した。ということをおっしゃっていました。当時私はこの言葉を BMSG 所属アーティストと、それからトレーニーのメンバーに向けての言葉だと捉えていました。 ただ今回 BMSG からこのネックレスが販売されるということは、スカイハイさんはこの言葉を私たちファンに向けてもかけてくれているんだなというふうに理解しました。つまりスカイハイさんはこのネックレスを販売することによって、BMSG はあなたの味方ですよ。同じものをつけている仲間がいますよということを伝えたいんではないかなと個人的に感じました。 そして同じように私たちがこれを身につけることによって BMSG 所属アーティストに同じものをつけている仲間がいつも支えているよということを伝えるということなのかなというふうに感じました。なぜこのタイミングだったのかということは、まあ一つは BMSG フェスの配信が昨日終わって一区切りついたタイミングということもあるかもしれませんが、 私が思うには BMSG にとって11月というのはとても天気になる時期だと思っています。ご存知の通り b ファーストも11月3日でデビュー1周年の記念日を迎えます。アイルザ・ショータさんは11月4日に Place of m e l o という初めてのご自身のオーガナイズイベントを開催します。合わせて愛のステーションというアイルザ・ショータさんの冠ラジオもスタートします。 また、ノベルコアくんも11月から全国ツアーもスタートしますし、その後にトヨスピットでのワンマンライブも控えています。ノベルコアくんも11月から冠ラジオがスタートします。また、11月には、これから新しく BMSG のトレーニーとなるメンバーのオーディションも開催されます。ということで、BMSG11 月はまさに新章突入。 新しいチャレンジの連続といった時期に入ります。ですので、この時期にこのネックレスを販売するというのは、BMSG がアーティストとファンの絆をより強く結束したいというメッセージの現れなんではないかなと個人的には考えました。私もこのネックレスを販売するという事実を知った瞬間は、コア君の言葉が頭をよぎって、 本当にこのネックレスを販売していいのかなと少し戸惑いがありました。ただ、スカイハイさんのおっしゃっていた言葉をもう一度よく聞いてみて、私は今お話しした風にこの今回の販売を捉えました。もちろんいろんなお考えがあることは理解していますので、今お話ししたことはあくまで私が感じたことということになります。ちなみにこのネックレスについてなんですけれども、スカイハイさんがみんなに渡したものは 本物のゴールドとダイヤでできているもの、そして裏側に名前が入っているものなんですが、渡した時にみんなの箱が青く光っていましたよね。あれ、実はコアくんだけ赤だったんですよ。なぜかというと、コアくん以外のメンバーはザ・ファーストをイメージした青い光、コアくんは自身のイメージカラーである赤い光だったというふうにコアくんが話していました。 そういったところまで行き届いた本当に大切なプレゼントだったんだなというふうに思っています。そして実は BMSG 所属アーティストもこの本物のネックレスだけでなくて実はレプリカも持っているんです。そのレプリカが今回販売されるものと同じものなのかどうかというのはちょっとわからないんですが 本物は大切に取っておいたり、それからまたなくすのが怖いという人たちのために普段使いできるようにということで、レプリカもそれぞれのメンバーにプレゼントされていると、これもコアくんが言っていました。 なので、このネックレスが販売されるという情報を初めて目にした時には、私も正直複雑な気持ちにはなったんですけれども、スカイハイさんのおっしゃっていたことを再度自分の頭の中で考えて整理をした結果、これは BMSG アーティストとファンの強い結束力を表す絆となるものなんだなというふうに理解しました。 とはいえ、最近 BMSG 関連でアクセサリーを購入された方もたくさんいらっしゃるんではないかなと思います。スワロフスキーを購入された方もいらっしゃるでしょうし、コア君のネックレスを購入された方もいらっしゃると思います。なので、この BMSG ネックレスについても、コア君のネックレスみたいに、今回だけ受注販売ということではなくて、 これからも皆さんが欲しいと思うタイミングがあれば、その時に買えるような、ずっと受注販売してくれる商品になってもらえればいいなというふうに個人的には思っています。はい。ということで、今日は BMSG ネックレスが新しく販売するという情報をお届けしました。どうもありがとうございました。追っかけ情報局リコでした。